皆さんこんにちは、マーティンです。最近私たちの大間さんの活躍が多く嬉しいご報告の連発となりましたが、今回は中央競馬への道第2弾モーニーの子供パート2になります。10月の末頃に北海道に行きまして、彼の成長をしっかりと収めてきましたので皆さんに共有いたしたいと思います。デビュー前の調教の様子が盛りだくさんですので、ぜひ最後までお楽しみくださいね。それではどうぞ。覚えてる？ね、覚えてる、あなた。覚えてる。頑張ってた？ね、頑張ってたかい？ああ、よしよしよし。乗りやすいと思います。ね、ほんと。ムキムキ。もう一回ね。これでもまだ。まだまだ。スムーズ。愛馬に久しぶりに会いましたが、とても良い成長をしていました。歩様もスムーズで体つきも申し分なかったです。この後は調教などの様子をご覧ください。
モーニンの子アイバはここまで大きな怪我や病気もなく、非常に順調に調教ができております。このまま来年のデビューに向けて健康に元気に順調に調教が進み、デビューできることを願っております。本当に私たちは楽しみにしております。以上、今日の動画はいかがだったでしょうか。ぜひ励みになりますので、チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。それではマーティンでした。 See you!